さらっとしてんなみんな。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあそれじゃあ出発しましょうか。ちょっと待って、ゆうかさんね。はい、ゆうかさんと、はい、りみちゃん、めぐちゃん、はい、この4人で行こう。さあ向かいます、旅人の町へ。さあ次なる宝石を求めてね。ちちち邪魔。邪魔。ものづくり猫アリス。ものづくり猫とは。ふう、ちょっと聞いてくれるかな。うちの太郎がね、誰、不気味な宝石を拾ってきたんだ。捨ててくるように叱りつけたらショックで家出しちゃってね。あ、猫とか犬の話かと思った。人なんやね、子供。心配なんだ。一緒に太郎を探してくれないかにゃ。お、なんかいきなり猫になった。不思議の国でうちの太郎を探して、うちの太郎としか言ってないけんさ、何かよくわからんよね。引き受けるよ一応。一応助かるよ。じゃあ行こうか。うんうん。ねえ、どこって言った、不思議の国って言った。はい、不思議の国だからアリスなの。おお、なんか先ができたよ、先が。よし、行きますか。あー、まだこの先なんや。ここじゃないんやね。不気味な道、新たに不気味な道が解放されたわけだ。さあ行きますか。頼りにしてるよ、頼りにして。して本当になんか不気味な感じのとこやね。なんかあのお化け木槌のさ、最初の何、動きが可愛いと思うのは私だけなんかな。めっちゃ可愛くない、なんか。ね、小動物みたいな、なんかリスとかそういう感じ。え、でもよーく見たらブサイクなんやけどね。よーく見たらブサイクっていうか不気味なんやけどね。え、待って、結構なダメージやったね。あー、堪忍袋が爆発した。でもすごい泣いてんだけど。お、新しい技、メガライトニング、いけ。あ、全体攻撃か、めっちゃいいやん。召し上がれ。堪忍袋爆発しててもちゃんと回復はするんやね。よかったよかった。踊りましょうって感じじゃないやん。何それ、泣きながらのダンス。つられるんかい。つられるんかい。ずっと泣くんやね。あー、クソ、仕留めたかと思ったのに全然やった。何、あー、今ので、え、何、結構強くないですか。結構強くないですかね。リミちゃんはなんでアイナの方を見てたの。何があったの、不満だからってこと。え、てかあれやん、この4人で旅しようってさ、4人で旅しようってさ、自分を除いた3人のうち2人に嫌われとるってもうどんだけだよ。何をやってんだよ。あー、ど真ん中でリミちゃんが果てたね。とりあえずね、ボーナス経験値はとりあえず一番レベルの低いリミちゃんにしておこうか。一番レベルが次上がりそうかなっていうのはああいうのやけど、レベル高いけんね。さあここは、うん、上に行こう。ユウカって有名人、なぜ、どうしてそう思ったの。なんか似とったとかそういうこと。ほら、あの動きがすごい好きなんやけど。わかるかな。てかマジさ、マジちょっとあいつのハンマー攻撃強すぎん。ちゃんとバナナで回復しておいてね。だって一発で半分以上とかえぐられていくんやけど、体力。あ、ちゃんと笑顔やね今回は。よしよし、かわいい。ピンクゼリーだし、かわいい。めっちゃくるくる回るやん。君たちは弱いから全然大丈夫。お、準備完了。かまいたち、いいねいいね。でも全員じゃないんや。ゆうかいいね。なんでそんなにびっくりしたの。あ、
宴会料理召し上がれ。これで全員全回復や。インスピレーション、何それ、決め台詞めっちゃ盛り上がるやん。あ、今正気に戻ったね多分。いけ、から焼き。ちょ待って、手を抜かないで。あ、でもちゃんとやっつけれた、よかったよかった。よしよし、楽勝だった。はい、そしてボーナス経験値リミちゃんに。ハンマーのタルタル普通に美味しそうやなって思わない私だけでしょうか。なんかいい感じよね。でもどういう料理なんかがちょっとよくわからんけど、開ける。お、ゲーム券3枚。そう、ゲーム券もね、ちょっとそろそろなくなりそうかなって思いよってけん、ちゃんと補充しておきたかった。お金お金、どうした急に、ご機嫌なの確かにちょっとご機嫌そう。その音何、私が作ったの活かしてるでしょ。なんか聞き覚えあるな。へえ、私のオリジナルだよ。あ、モグラの鳴き声に似てる。それはどういうけなしてるのかい。つら、モグラの鳴き声ってどんなんなん、聞いたことないんやけど。てかモグラ見たことないし、リアルでは。テレビでも聞いたことないけどな、鳴き声とか。見た目的にキュンキュキュ言いそう。なんとなく。はい、それじゃあ料理を。お任せで。どう？おーっと、キャンディーさんがちょっとお亡くなりに。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。ゴールデン手袋をください。ゴールデン手袋、ゴールデン手袋。お、うわうわ、 HP バナナ1本。まあね、回復に大事だけれどね。 HP バナナも1本ゲット。お金今どれぐらいあったっけ。あ、1531しかないんか、しょぼ金のフライパン買えないし、愛の奥義も買えない。くっそー、ダメだな。じゃあまあとりあえず出発していこうか。はい、それじゃあ今回は誰、あ、さっちゃんか。そしてめぐちゃん、お、くるみん。はい、この4人で行こう行こう。お、びっくりマークは一体どこ、どこなのそれは。ここに行けばいいの、それともワープしていけばいいの。これワープしたらどこに出る。もうなんか全然違うところに出たよとりあえずこっち行ってみようかな。あ、でもここ行っても多分このワープのところに繋がっていくんかな。ワープしてどこに出るんかがよくわからんけんな。めぐって優しいよね。そうかな、怪物を見逃したり弱っているやつだけだよ。襲ってくる怪物には容赦はしないよ。仲間のみんなを危ない目に遭わせない。かっこいい、優しいね。何の沈黙やった今のちょっと間がよくわからなかったけど。ポケットに何か入れたっけ。どうした、飴。おお、 HP バナナ、手紙が一緒に入っている。誰から。あゆな、え、 HP バナナちゃんと持ってる。心配だからおまけを入れとくね、ゆうかより。ありがとう、ゆうかさんあゆな、 HP バナナを1本ゲット。おお、ラッキー。てかそれに気づかないの。バナナとかポケットに入っとったらもう来た瞬間に気づくけどねお宝お宝、上に行こう。どっちもなんだかよくわからない。お宝？違うやん、モンスターやんちょっとちょっと、さあみんな頑張って、この先にお宝があるはずだから。おお、もうない、何にもらい泣きしたの。しかもめっちゃ体力なくなったんですけど。
お、素早い。さすが。オッケー、オッケー。何にもらい泣きしたの？なんか感動するようなこととかあった？ないよね。びっくりするんやけど。ラブ&ピース。お、ムカムカスッキリ。よきよき。関係が改善された。よきよき。お、新しい技、毛づくろい。MP が回復するってこと？泣きやんだ、そういうこと？落ち着くってこと？毛づくろいしたら落ち着くのか。精神安定的な感じの役割なの、あれ。あ、あれ？あ、そういうこと。ハンマーが泣きよんや。へぇ、初めて知ったんやけど、何あれ。ハンマーがめっちゃ泣きよった。それで叩かれてもらい泣きなんや。なるほどね。何にもらい泣きしたんかと思えた。ずっと好き。2人は身代わりを覚えた。相手をかばって代わりにダメージを受ける。君のためなら痛くないよ。疲れたわね。お、ティータイムですか？お茶にしましょう。くるみん泣きやんで。落ち着いて。お、頑張れ頑張れ。うおクリエイティブ。何がどうクリエイティブなんかよくわからんけどね。何にも作ってないよね。破壊しよると思うけど。どうだ。泣きながらのやっほー。お、さっちゃんレベルアップ。はい、ここでボーナス経験値はさっちゃんかな。さあ、お宝。え、お宝は、え、ハテナやったけん、お宝かどうかもわからん。ただの敵やったってこと？え、つらー。え、つらー。そういうことか。ないわー。すごく好き。二人は手助け2を覚えた。手助けする確率と効果がアップ。一緒にやろうよ。お、なに？さっちゃんとゆうかさんが。お、プレゼント買ってきた。ゆうかさんにプレゼント？買ったよー。はい。さっちゃんはゆうかにプレゼントをあげた。いいの？お、中身は？蝶の標本。あ、ああ。ゆうかはあまり嬉しくない。あれか、虫が苦手なタイプだったか。でも私も蝶はね、遠目に見るだけならいいけど、標本にされたらあれだな。ちょっと惑うかな。お、キャンディーさんの優雅なティータイム。お、紅茶好きやったんよね。よかったよかった。はい、そして、ゲームコーナーでルーレット。聖なる杖をください。聖なる杖、誰だ？誰だ？キャンディーさんとか？そういうことかな？あ、これはもらえる。いやー、通り過ぎないで。おー、ギリギリ。めっちゃギリギリ。うん、キャンディーさんやね。はい、これで魔力がもう3桁超えたわ。よきよき。はい、それじゃあお小遣い2611やけんな。微妙やな。あー、でも一応ミラさん買えるね。じゃあミラさんの石像の翼を買ってきてください。よし、オッケーオッケー。硬そう。めっちゃ硬そう。どれがいいかな。これ黒かっこいいかも。いいねいいね。ちょっとデビルっぽいことね。はい、それじゃあ出発。さーて、今回は、はい、プーさん。そしてん、お、さっちゃん、行く行く。そしてピッコーちゃん。はい、この4人で行こう。これで多分そこのワープにつながるやろ。で、ここワープしたら、あ、宝箱が。
宝物取ろう。宝物取ろう。さ、ここは服とか武器とかかな。さっきちょっとお宝じゃなかったけんね。ここでちゃんとお宝を回収していきたい。とりあえずゲーム券1枚。プーの服作りが荒い。マジで？それめっちゃ可愛い服やのに。あー、さっちゃーん。さっちゃんが落とし穴だ。大丈夫？大丈夫じゃないやろ。普通に大丈夫じゃないやろ。先に行ってて。それで何のためらいもなくね、え、いいの？みたいな、そういうやりとりも、一往復もなく。やでやで会おうねー。さらっとしてんな、みんな。怖いわー。不安、大丈夫よ。とりあえず、一応一人抜けたけど、ね、助っ人が一人おるけん。待って、死神来た。マジか。あー、やめてー、頑張ってー。耐えて3人しかいないの今。あーね、やっぱりね。あ、ちょ、ダメ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 。ちょ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 、ふりかけふりかけふりかけ。ちょいノリノリになっといて。ノリノリになって命で、でノリノリ。頑張って頑張って2人とも。そう、一応4人おるけど、4人おるけど、体力がなくなったら終わりなのは3人だからね。おしおし、なんとかやっつけた。よかったー。筋肉痛になりそう。まあ、あんだけはしゃいどったらね。女王悪魔のおやつ絶対めっちゃ余ったるんやろうな。お、来た宝。なんだ中身は。クジャクの花。お、フィッコーちゃんやん。さあ、どの色がいいかな。ピンク。え、でも一番最初の緑が一番綺麗かな。クジャクの花。もはや花じゃないけんね。びっくりするー。さあ、さっちゃんは帰ってきたかな。お、来てる来てる。さあ、それじゃあみんなの様子。ミラさんとキャンディーさんが、ちょ待って。はい。思い出を熱く語っている。何それ。そんなモンスターいましたっけ今までに。何、ちょ、無反応だったけど。無反応だったけど、なんで今ので仲良し度が上がったの。ちょっと気になる。2人はアピールを覚えた。いいところを見せたくていつもより頑張る。敵へのダメージアップ。まあね、それで満足したんならいいけど。ほい、そして料理、女王悪魔のおやつ。ほい、ゆうかさんと、フィッコーちゃん。おお、二人ともご機嫌やね。やっぱみんな甘いお菓子が好きなのね。ほい、そしてゲームコーナーで、ルーレット。魔法文字のローブが欲しいです。これ、リミちゃんかな多分。ください。ふだ。あー、通り過ぎた。HP バナナだな、これは。ですよねー。HP バナナを1本ゲット。ほい、そして、お小遣い今、全然ないよね。543やもんね。ちょっと、ほんと、笑うぐらいないわ。うん、全くだ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、いまいちこう、どこに行けばどこに出るんかがよくわからんくって、びっくりマークまで遠いんかどうかもわからんけど、頑張って進んでいこうか。